はい、こんにちは。えー、てっちゃんはジャーナリスト。いつもご視聴ありがとうございます。えー、この一本前にね、えー、慌ててあげた、えー、白鵬、宮城の親方の、要は告発、告発文というね、ものについてお話をしましたがね、これね、あのー、告発なので、誰々さんが、誰々さんに、何々、こんなことをされましたっていうね、内容のものを、おー 八角理事長、えー、大事山、コンプライアンス部長、それと第三者委員会、それと、えー、高藤力。この4カ所に、えー、3月4日付で、えー、内容証明郵便になるのかなだから、えー、受け、必ず相手が受け取らない、受け取ったのを確認できるものだから、ぜ絶対に、えー、この人たちは受け取っています。で、この内容がね、これ、 片方の言うことなので、まあ、これが表に出たときに、まあ、発の、まあ、も、あ、宮城の方の言い分とかね、まあ、いろんなことあるんで、最終的にはね、やっぱり警察であるとかね、えー、弁護士とかで、こう、裁判でね、どうするかということなんですが、中身がね、もし本当だとするとね、ちょっとこれはね、えげつないなという気がしたので、で、私もね、中身を、こう、えー、 なんていうんですかね、この YouTube に残すことにしました。で、もともとね、これ、あのー、ふるさと納税の一環でね、人儲けしてやろうという考え方なんですよ。だから、南大沼さんっていうのは、まあ、比較的ね、あのー、米で有名でね、で、その、なんていうんですかね、白鳳米というね、ブランド作って、まあ、えー、ふるさと納税に使おうっていうような、まあ、そういう趣旨なんですよ。 で、えー、これ何歩ぐらいするかというとね、魚沼産だとね、ちょっと高いんで、5キロで3500円から4000円ぐらい。だから20キロだと、えー、何歩ですか ?20 キロだと、三、え、三、ー、3十一15、えー、6000円ですかで、それをね、えー、白鳳米になると、20キロでね、だいたい25000円でだいたい1枚ぐらい高くなるんですよ。 白鵬舞という名前をつけてね。で、これちなみにね、今回は、えー、新潟県の南魚沼市、昔は軍でしたけどね、その南魚沼市の市議、市会議員の桑原珠美さんという方。この方は、えー、2009年から4期連続で市会議員をされてる方。まあ、あこの方がね、ある知人に頼まれてね、あの、白鵬、 もう、その、宮城の親方と、あと、講演会の取り巻き、10人ぐらいでね、え、一度この話をしたいということで、え、まあ、仲立ちをしたのが、この、桑原玉美市議。で、この、桑原玉美市議が、まあ、ひどい目に遭ったという話なんですね。で、あの、この収穫、収穫、これ2022年の頃です。千二十二年。で、大体米を収穫する、これ話があったのが、大体6月。 で10月あたりで、まあ、収穫祭をやろうっていうんで、えー、こう、宮城の親方、白鵬と、その一行ね、の講演者を名乗る一行が、えー、まあ、要は、えー、南湯沼に来て市長にも挨拶して、で、あのー、なんていうんですかね、その先ほど言った収,収穫祭。 要はね、まあ、それで人もけしたいっていう話なんですよ。でね、実は、これ以前は、以前はね、あの、北海道にもこの話を持っていってます。そして、うやむやになって実現せずに、うやむやになって実現せずに、もう落沙汰なしっていう状況が続いてるらしいです。で、あの、問題はね、この収穫祭のイベントがあって、 ええー、まあ、もともとはね、収穫祭のイベントでね、アルコールは出さないって言ってたんですけど、あの、実際のとこはね、アルコールが出たということで、ええー、この、白鸚がね、朝の部と夕方の部と挨拶をした。で、この桑原珠美さんにね、講演会と一緒にいた、ある A さんがね、お前の司会進行は悪いと。 普通だったら、朝の挨拶100万。まあ、これはね、表に出しませんよ。出すとね脅迫、脅迫になるんで、朝100万、夕方100万、交通費で100万で300万の話、仕事だと。誠意を見せろ。お前の死化信仰はなっとらんと。いうことで、えー、その桑原玉美市議に対して、まあ、 収穫祭でねイベントで100人ぐらいの人がいる中で、えー、まあ要は、えー、暴力を受けたという話なんですよまずは、えー、大勢の前で因縁つけられて暴力を受けたその後も凶悪めいた電話がいっぱいあっていっぱいあってねで身の危険を感じたそしてその後援会の丸 A 氏この A 氏は 拉致あからんから東京の事務所に来いと。東京の事務所に来いって言って、で、この岡原珠美市議は行ったんですよ。行ったら、まあ、拉致監禁のようなことをされてね。あのー、まあ、強要まあ、要は、まあ、その時はことだけを得たんですけど、えー、この市議はね、その後、地元選出の国会議員、 であるとか、本当、警察官僚の国会議員であるとかに相談を持ちかけました。もちろん弁護士にも持ちかけた。それで、あのーえっと、警察署にも被害届を出した。でそれ、それ以降も連絡が来た。でも、警察からはも連絡取らなくていいということで、連絡を取ってないということらしいんですよ。でね あのー、結構このさっき言った A 氏ね A 氏が、まあ、殴りかかったりしてその家族もこの桑原玉美市議員の家族もいたんですけどね土下座をしろっていうようなことを言ったりねその場でね最終的にヘッドロックみたいになったとでねこれね警察に届け出をしたんですよ麹町署かな東京のそしたらどうもね 六,六代目山の系列の人でね。まあ、区民ではないんだけど、えーまあ、周辺者ということらしいです。A さんは。つまり、あのー、そういう組織のね、えー、区民ではないけども、その周辺者ということで、それはもう警察から出てます。でつまりね、あのー、 この,でね、この人たちね、その6月にね、行ったときに、前の日から夜、えー、市内でね、えー、の飲めや歌への大騒ぎで、どんちゃん騒ぎもしたというようなことも言われています。で、えー、まあ、夜の,この騒いでた内容とかもね、隠滅にしなくて、ばれたら困るんで、今回の,その6月のね、 後援者とのののその肛門はね隠密だとだから表に出さないでくれとも言われたと言われています。で、えー、これねあの結局こういう一連のことがあってねあの白鵬前で講演者その他取り巻きが来てね、えー、こっち関係の系列の人が来て。 大勢の前でね、イチャモンつけて、イチャモンつけて、えー、殴ってヘッドロックみたいなのして土下座しろって言ったりね、あとは、お金を、具体的なお金を払えとは言ってないけど、一回の挨拶100万、百万、交通費100万で300万を出して、誠意を見せろと。いつもこっち系がやることですよね、誠意を見せろと。で、怖くなったんでしょう、やっぱり、この市議の人はね。ほんで、何かあったら、やっぱり警察、 官僚出身の政治家のとにけけ込めととかねそういういこををアドバイスを受けてたでもね実際にもこれ警察にも出てる言ってるし、えー、まあ被害届がどうなってたかねこれね相撲協会とかコンプライアンス委員会とか、えー、第三者委員会にああの高藤力さん一気に3月4日に送ってるんですけどねこの市議はねなんで送ったかと。 それはあのー、このあった事実をまあこれが本当ならですよこの事実が相撲協会とかそっちに行ってないというんで今回ね北西方の件でいろいろあった今だということで、えー、出されたんだと3月4日付けって言ってましたからね。 で高藤力さんもね結局ねこれはもうあの、まあ、これがね本当だったら、まあ、お金のためなら何でもする要はお金のためなら何でもする変な人との付き合いだろうがするでね、あのー、だからもうこれね相撲協会自体がねお金をもらったら何でもするっていうのかあるいは申請をしてねあの許可が出たもんだけをするとしかし 申請も何もしてなかった白をね、あの、宮城の方に問題があるのか。あとは、普通ね、まあ、組織に入ってる人との付き合いがあったら一発アウトなんですけど、このね、あのー、この、確かに、組員ではないけれども、その末端の人間だっていうことを警察に言われてるわけですよね。だからそういった人とのつながり、金のためなら何でもする。で、 えー、自分の取り巻きの一人が暴力とか強監禁とかね、えー、脅迫とかそういったことをやったでそれがまた、えー、山六六代目山組の系列の人だということが分かったこれねあのー、警察が捜査をしてねでうん結局 何弁護士も入れて裁判になっただけど裁判になる,なること自体がねもうその時点でね僕はアウトのような気がしますね毎回言うようにね横綱は品格ということ言ってるわけでしょでねこのねあのー、今回の、あのー、北西法の、えー、事件見てもねこの市議はねああもう絶対あの人だったらありうるとで 自分たちみたいな被害を受けた人は山のようにいるはずなんだと。で今回ねまあ裁判か警察にあれしてるけども、まあ、思い切ってまあ揉み消しがないようにねあのー、高遠力さんも YouTube を経由して、えー、広めてほしいという意味でね送ってるわけですね。で僕はねこれをたあのー、これが事実だったかどうかっていうものについてはねまあ えー、市議でね名前がもう公人であるということそれと、えー、警察とか弁護士とかがもう入ってもう捜査とかねもうそういう部分になってるということから考えたときにこの言ってる内容にねそのいやそんなことなかったななかったって箱川は言うかもしれませんけど。 まずね、この内容は信じてよかろうというふうに思っています。でね、これあの、あの、高取歴さんとこの、その、告発文を読むときにね、その、と、講演会の中の〇〇詩、A 詩ね、の名前のとこ P ってなってるんですよ。でね、実は僕のところには、こいつじゃないかっていう名前が来てるんですけどね、ちょっとそれは今はも言いません。 でね、あのー、これね、あのー、組員じゃなければ、正式な組員じゃなければ OK っていう発想とかね、お金もらえれば何でもする。で、これね、やっぱり前回動画を上げた時にね、あのこれはおそらく事実だろうと。で、もう白鵬、宮城野親方は。 永久追放どころか、もう懲戒免職はもう妥当だと。で、えー、記録はね、剥奪。でもうこういった人から早く離れないとダメだと。奥さんかわいそう。子供さんどうすんのとかね。そんな声が多く聞こえました。で、まあ、あの、 前,前回もお話しましたけどねあの白鵬そのものがこんな知恵が出るとは思えなくてやっぱり取り巻きの中で怪しい人たちが、えー、名前を使って白鵬を使ってあるいは白鵬を動かすことで金儲けをしようという発想なんですよね。とからね2 0キロの白鵬米がね、えー、2万4,800円かな2万5,000円高いんですよ2 0キロで。でねその どうもね、こう噂ではね、この白鵬米をね、講演会とかその時に、あそういったら自分の関係者に売ってたっていう話もあるんですよ。白鵬がね。まあ、どういうルートかわかりませんが。だから、一つ売るごとに白鵬には一万何千円っていうね、利益が入るわけですよ。でどれだけ売ったかもちょっとわかりませんけどね、今後ね、この白鵬米の中身とかね、これをやるにあたっての、あのー、 ななんていうかなこれね相撲協会がどういう判断をするかあるいは、えー、弁護士と弁護士が代理人同士でやっててでね向こうはね、えー、白鴎サイドのまああのー、講演会の人は要はね、えーまあ、要はやり取りをね すべてね、お金で、お願いします、みたいなこと言ってるみたいなんですよ。つまりね、白鵬も,も、その取り巻きも、金なのかと。これね、やっぱりね、ちょっとね、僕ね、恐ろしいなと思いましたね。これ、すごい事件ですよ。これ、すぐ逮捕みたいな事件ですよ。で、これね、警察沙汰になっているのに、 白を相撲協会に行ってないのかと。もしかして相撲協会してたりしてっていうようなこともあるわけですよ。でね、確かに北西方のことも隠蔽しようとしたぐらいですからね、警察沙汰になろうが、弁護士同士の話になろうが、あのー、もしかしたらね、えー、隠しきれると思ったのか分かりませんけどね、ちょっとね、悪質の度合いがひどすぎる。うん。 この後ね、いろんな展開があると思いますけど、この桑原玉美さん、市議、えー、南魚沼市の、えー、怖かったと思いますよ。これ手紙書くのもね。だけど、今の、もみ消しができない、その、高藤力さんに送った、YouTube で発信した SNS を使った、これでね、逃げ道きたいんですよ。で、判断は、弁護士なり裁判官なり、警察がしたらいい。だけども、 これが内容が事実だとしたときに、あのね、ちょっとね、こういう事実があったということを告発してる以上は、その告発の内容をね、何かの形に残すべきだと。じゃないと怖い。うん。でね、この、山ろく。山ろくの、あのー、組織の関係の人だっていうのはね、これ警察がどうも言ったらしいので、まず間違いない。全部で警察はね、そっち関係の人登録してますから、 とうとうめくれたなと懲戒解雇もうね裁判がどうのこうのとかね捕まるとかつまらんとかじゃなくて事実があったかどうかの認定でこ第三者委員会がやるんでしょうけど事実があったと分かった時点で白鵬は解雇やっぱりねこの人をねもちろんこの人を 相撲協会から出すことによってね、その白鵬にくっついた変な人たちも入れなくなる。一回きれいにする必要がある。もうね、野球賭博とか暴力、中で行われたことじゃなくて、外ですよ、これ。議員さんですよ。もう、恐ろしい。うん、それだけ。